天気が悪そうなので車で岩見沢、北村中央公園ふれあい広場、キャンプ場に向かいます。40km、1時間の近場です。バイク動かしたかったのですが、雨では仕方がない。スーパーで買い出ししてから、のどかな道を走ります。バイクだと荷物に制限があるため、諦めていましたが、炭火で焼肉を食べたく、昨年から少しずつ道具を購入。炭火焼肉偉人です。炭も置かずに備長炭を購入。こちら、着火に1時間以上かかるみたいなので初めに準備。今日の岩見沢気温32度C、車なので荷物制限解除。クーラーにキンキンに冷えたやつを持ってまいりました。めったに高くて買えないクラフトビール、当然開封、うま。気温が高くて野外で飲むビールは優勝。ここでやっとこ設営開始。とりあえずおつまみ、簡単もやしに豚トロバージョン、贅沢。半額で購入、家計に優しい。肉を敷き詰め、今回は豚トロのタレで味付け。ここは今年2回目です。前回も天気が悪くテントを張って3時間で撤収しました。来やすい場所です。火にかけしばします。炭を使うので革手袋も購入。これで熱くない。うまくできたようです。お気楽もやしに完成。本日2本目、購入、瞬間凍結冷凍みかん、開封の儀。気温3、2度 C の中、アルコールはうまいです。暑くて靴も脱いでます。お見苦しくすみません。まだ、炭の火がつかないのでしばし休憩。ようやく良い感じに、炭に火が回ったので、炭火焼肉開始。まずは、脂身の多い豚トロをやっていきます。油を落として炭にさらなる火力アップを計画。良い感じに燃え上がってます。焼け始めたら今日で焦げてしまった。面倒見ていたのに難しいけれど美味しいです。次はラム肉を塩コショウで焼いていく。久々の炭火焼肉はうまいです。幸せを感じます。焼けた肉を避難させねば。ラストは豚肉リブです。焼けたらひっくり返して。マジックスパイス、マキシマムをパラパラと。
油が落ちるとすぐに炎上しますね。美味しくいただきます。キャンプ場内はこんな感じです。池があるのが特徴ですね。日も沈んできたのでお風呂に入りに来ました。楽しみです。お風呂に入っている間に日が沈んでいきます。ここの露天風呂、開放感があり気に入りました。そのまま夜景に突入。天気が気になっていましたが、7時00分には雨模様。雨に当たるのが嫌なので、5時00分に起床しコーヒーも飲まずに撤収します。8時00分には自宅に着きました。